チルコーティン族はカナダブリティッシュコロンビア州内陸部に住む先住民族。複数箇所の居留地に居住しており、人口は約3000人。民族言語学的にはアサバスカ諸母の内北部アサバスカ諸母に属する民族で最も南方に居住している。馬上のチルコーティン族チルコーティンは強力な戦闘力を持ち、欧州人が到達するまでは、 現在のブリティッシュコロンビア南部のシミルカミーン地域から西は太平洋岸、東はロッキー山脈に至る地域に政治的影響を誇っていた。彼らは矢尻などの石器に使用される黒曜石の交易網を広域にコントロールしていた。チルコーティンは英米船舶がラッコの毛皮を追い求め来た。 太平洋岸に到達した1780年代から1790年代に初めて欧州からの交易品に触れた。1808年までにはチルコーティンの領土の北のキャリアー族の領土にモントリオールの北西会社が交易所を設立しキャリアー族を通じ直接交易を開始した。1821年にはチルコーティン領土の東端にあたるフレーザー川のートアレキサンドリアに ハドソン湾外社は、毛皮貿易の貿易所を設立。これが、チリコ理高天族にとって、欧州からの貿易品の使用入手先となった。欧州人と先住民族商人の接触は、欧州で流行していた病気の感染という結果につながった。欧州人には、免疫もあったが先住民族には、新型の流行病として破壊的な影響につながった。 チルコーティン族の死亡率が高かった主な感染症は、百日咳、マシン、天然痘、スペイン風邪であった。1855年の天然痘は、トンプソン川流域から運ばれた汚染された毛布から感染。1862年の天然痘は、シェイウェペン6部族850名を絶滅させ、ブリティッシュコロンビアの先住民族の人口を62%までに減少させた。 ありがとうございます。